さあ、ステージの戦場でよろしくお願いします。この0%ウィン、0%始まりました。さあ、ビーチウィンはこのカード、さっきも、同じように、相性、キャラなんては、このウィンマーが今持っているんですが、このカードになると、まだ、なかなか、ウィンマー側、使う人間としては面倒くさいカードだと思いますので、さあ、しっかりと、さあ、空中、使わせてください、使えない、さあ、ウィンマーは火力が高いから、着地が弱いから、これどうやって出ていくか、しっかりとね、横身になっていく。さあ、ピーチ相手にどうやって差し込んでいくのか、この勝負。しかし、来る前。さあ、ピクミンを張り付けて一つトップを狙っていくのか。さあ、74%見て、78%と。さあ、詰めて、NTF に使用、使用ってこと、裏向き。さあ、戻ってくるところを、藤田が叩いていけるね。さあ、横さん狙っていく。さあ、台に乗って、しっかりと来る前。さあ、17%、95%。さあ、ギザ PC、苦しさで安定に耐えるのではなく、しっかりと、勉強。さあ、来る前。しっかり車に車に来るの反応が速い。横に横に、さあ、紫の横にで、空中浮遊が決断してしまうのはしない。これは吹っ飛んで、ほら、ほら、近いとして、真下投げるか。さあ、来る、118%、118%、完全に今まで混むな状況。さあ、投げ上げの、空中前を狙っていた、別の、空中前を持ってきる。さあ、0%。さあ、ウルト、ここから火力を持っていける、それとも次に落ちることができるか。さあ、1回でも捕まったら、その時点で、さあ、だいぶダメージを稼げてしまうのが、この体が白身に、大きにして、紫だいぶ揃っている、色がかなりいい状況。さあ、この紫の戦士、なかなか近づくことができないが、さあ、空上、さあ、さっそくこれでしっかり出していくブルード、さあ、逃げながら攻める、これがブルードリバか、さあ、5秒狙って、さあ、BBC、ここからバースは何を狙っていく、さあ、復職しろ、さあ、弾幕、横身の弾幕が、この色の魔術師、ブルード、さあ、相手の攻撃当たらない位置に行くのがうますぎる、空上にバスト。0%、さあ、戻ってくるが、ティストック。さあ、オリマーは事故りやすいキャラと言えど、ピーチは若干事故らすことが難しいか。戻って、来る前、やって順番。読み合い、完成、上投げ。さあ、上に投げることによって、ここからの読み合いを狙っていくが、これはウルド、読み合いを負けてしまった。さあ、戻って、下に投げて、横に、アブを横にで消していく。さあ、戻って、来る前、うまい。さあ、浮いたの見てから、一気に来る前、ウルドの前から読ますぎる。戻って、空へ重ねて 110%、ミス 30%。 さあ、上へ座りました。さあ、スマブラ始まりました。 0%、ミス 0%。 さあ、決してどっちかが楽なカーブではないこの勝負。しかし、圧倒的さを見た国に行ったのはブルードか。さあ、この勝負どうなる。さあ、0%、ミス 0%、 旗始まってしっかりピクミン投げていく。さあ、赤ピクミンで、さあ、紫ピクミン、先頭に状況を受けになって、さあ、しっかり株を引っ込んでいく。さあ、台を利用して株を引っ込んで近づいていきたいが、さあ、ブルーの色が早くも完成されているんじゃないか、これは。さあ、青ピクミン、紫が強く、さあ、紫、組められて、青ピクミン、弾くね。さあ、紫が3ピンもいる。さあ、横ピンで対抗していったが、さあ、反対に渡って、9枚、うまい。さあ、この状態、どうやって勝ちたいか。さあ、紫が当たっているからといって、南に横身をするのではなく、しっかりと紫を攻撃をしていく。紫はいい勝負だが、さあ、すぐに、やって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。紫、紫、狙っていく。下には、通らず、たまに投げる。さあ、あまり紫が大きすぎても、変えてくるによってはやりにくいんですが、ピーチはどうなんでしょうか。さあ、横尾、狙って。さあ、オール叩き、なっている状況。クマ狙っていくか。クマ、しっかりと、前から壁切り。厳しい。さあ、だけど、この状況は、上スマが怖い、厳しい。さあ、紫の上スマは本当に低いんだったね。しかも白ピクミンは当たってしまうが、これは、ミスない白ピクミンにしていく。後ろ風で。さあ、大丈夫、空した。後ろ風で。さあ、どうする。ガキを作って、空したうまい。ジャンプが消えたか、消えたか。
クジロ狙ってきたと思われて、てめえはクジロ反撃されて、クジロだね、攻撃しちゃった。さあ、そう。さあ、桜井の甘い罠、中盤の新しい場所。さあ、下から引き返しを狙った。勝って、さあ、水を踏み込み、下にね、そして、さあ、車に乗っていく。さあ、黄色ピッチの上で、後ろでパーフェクトになると、黄色ピッチがかなり強くなってきたね。シーはどうなんでしょうか。さあ、車へでバート、赤ピクミンの使い方がバッチリ、そしてきてる。さあ、0%、0%。さあ、赤ピクミンは基本的には弱いんですが、ワンパターンかかってない、空回がとにかく強い。さあ、空車、空中でこぎ取って、さあ、やべえ、地上着地は、しっかりフルドしていく、ね、ダブル。さあ、ねから当たってみてる条件が、しかし、フルドしがすごい。さあ、空車が出て、さあ、使っていくか、増える、狙って、さあ、空車。さあ、ピクミンを引っ掛けて、さあ、ただ多いと、ピクミンはあんまり押したいんですが、どうでしょうか、組め、さあ、ピク、さあ、一回言いますね、一回乗せる、じゃあ、口から組み立て拒否を使って、上は、さあ、キビジ、さあ、逃げるともう、はからずといったところ、上で、後ろ、逃げ、さあ、ピクミンを安定で殺してる、殺してる、クーマ、ヒットストップが欲しい、さあ、気を使って、上は、ポーンと通して、さあ、ブルーがしっかりとつかみを入れていった、素早い攻撃に、クーマへ、あと突きを見せないブルーの立ち回り、下に出て、あと、さあ、シクが、これはしっかり受けて、クーマを狙って、さあ、ガキには怖いブルーのオリバー、さあ、それを勝っていくのが、クーマ。赤ピクミンじゃなかっただけました。赤ピクミンの空中攻撃が強い。そのまま、おっと危ない。クルマへ追って近づいてしまったぞ。クルマ重ねて、サドンする。しっかり安定して、大変な甘いが、ブルード見てるか。クルマへ追っかける。サドンする。スレスレになっていく。ブルード、グランダッシュ。どうだぜ。さあ、当たらないと思ったらしっかりと逃げていくブルード。今、OB をしっかり回収して、OB、サドンする。クローたくさん引いた。さあ、これは黄色が怖いが、クルマへ。紫ピクミン、外し出せ。さあ、ベビー、ほんとこれも、車で離れてしまって、134%、紫でしっかり戻ってくる、壁が厚い。さあ、赤ピクミン、赤ピクミン狙って、ボトル、空車で、バーストゼロパーセントの水が49。大きく引くことができるか。さあ、車でバースト、やはり今のバースト力、まだここじゃない。0%、0%。さあ、ブルードが、長ハリにリベンジを果たすか、キリが、長ハリにリベンジを果たすか。誰かどうする？さあ、クロマス、ニチアシー、クルーサー、壁に行って、クルーマになって、ヨコミ、ヨコミ、壁に行って、さあ、クルーサー、避けて、クルーショー、クルーサー、ここでね、どうする？さあ、回り込みが上手い、おっ、ところが、戻って、キャンセルが上手いが、今のは不幸だ、何かが起こった。しかもちゃんと食らうタイミングだった。直撃に引いちゃうか。引いちゃったね。テンションが。完全にいいタイミングで引いてしまったと。キーマジック。なんか音聞いた瞬間にあと思った。抜いた時の音が違うんだろう、はいはい、ポンって下なんだけど、ピロって音が鳴ってポンって出た時は特殊アイデアなんだ。あバン、あ、選べるよ、好きなサイズから。はい、じゃあ先ほどお願いします。1ページは全ないです。あ、1パーないところであそこで引いちゃったんだ。はい、結構抜いてるからそこそこは引けると思う。さあ、ステージは戦場始まりました。一本一本で取っていた、この辺り。さあ、ステージを選んだのはブルード。さあ、若干、そういう面では有利になっていくか。さあ、つかめ、どうする。さあ、回避に解除して、空車が増えて、さあ、どうする。空で、空気を 22% 入る。これがキャンセル、ピッチを変えて、さあ、ピッチの方で、これを変えしかないんじゃないか。カゴを持ったまま、白ピッチを起こしていく。86。さあ、そんなパーフェクトにも成功されると美味しいかい。クルーで、やって、クルーで消して、どうする。パッと打てる。さあ、ティーン攻める。さあ、B
リグミッの判定の弱さをよく分かっているか、そのプリスの判定の強さを生かしていくのか、さあ、してね、リグミッツを取っていく、さあ、しばらく殺して、さあ、ふらさき上手まで死ぬ場面を、さあ、空後ろ、しっかり出していく、おっと、なんとかしっかり持って、ない、負けがない、反撃は取りに行かない、上手まどうなってる。紫ピグミしっかり投げつけている、攻めが掴めているね、白ピグミも入っているか、さあ 125% 何とかでと、さあファーストゲーにウエストが怖い状況、しかしピーチやはりその立場に掴んで背中、6% ピーチ 70% しっかり狙ってウエストは 15% 横に貼り付けて紫ピグミ食うまいうまい、どう横切りを張り付けるだけではなく、横切りからの前髪に来る前、さあ、色が極まっているか、来る前、狙って、クイズから、そう、ずらして、そうする、4名、空襲の反撃、49%、さあ、ガキ側の、さあ、キャンセルやばい、が、反撃、突撃、ずらし、どうする、さあ、チャンネルに行くか、どうする、横切り、紫の髪が、押しない、来る前、差し込みを殺していく、来る前に回そう。これはガキの時間でしっかりと知っていた。さあ、クロバスの率67、こっからでも全然逆転のチャンスあるか、そんなモリモ相手にこの差は若干厳しいか、さあ、どうやってピッチ火力を取っていく、車に張って黄色い指の判定が強い、うまいぞ、運命が咲いていく、やはり先手を選ぶとステージだけあって、ラインがかなり邪魔、ピッチに取ったら帰るでしょうが、そろそろエネルギーしているんだ、さあ、反撃の時間足らず、潰している後ろを重ねて、後ろ、端に横綱黄色い指に置いている、許した。上へ、発展かドラで、さあ、そこが出る、たたれていって、着地は、末広い、お城が一気に勝てて、掴んで後ろ投げ、そこで掴む、さあ、これはまだ爆弾ならず、しっかりピッチ対応していたが、上へ狙って、横に狙って、横に、さあ、株を持って投げて、さあ、赤ピンピンで、バットを狙っていく、横に狙って、白ピンピン入った、白ピンピンは本当、赤ピンピンの車を狙っていく。さあ、黄色ピンの車は、これほどの威力。さあ、しかし、赤ピンの車が当たれば、素晴らしい威力を繰り出すことができる。横綱、ホールドして、紫を狙って、やめろ、紫を狙って。さあ、どうする、当たりに行きたいね。さあ、紫ピンピンの距離を狙っていく。苦しさ、どうする、上を見て、バンド、なるで、いける。あ、色ちょっと。しっかり乗って、はい、横身を。今、サネが投げれ殺せるピケル。車でバンド。何だ。ブッキーが抜かれていく、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 こんだけゴジャゴジャしてる対戦側もどのピクミンが先頭にいるかって確認しながら戦ってホールドして、さあ、この発見かけは出てない、ノックオンが広すぎる、さあ、60% でトロピキャッチ、さあ、パーセントだがトップのピンフィールドに広い深い島が苦しめているところで、さあ、だって、スキーで攻める、さあ、紫の紫が揃っている、さあ、その紫が揃うのはピッチの攻撃力の判定が強くて、紫の HP が高いからではないでしょうか、さあ、85%、68%、40%狙って、さあ、各種飛ばし食べている、車で差し込み、84、84、84、84、ガキギア、強いブレードが読んでいた、4種類読んでいた、今、プロテキビリティが当たったら死んでたぞ、死にした、狙って、車で追い返して、当たって、ガキ、少し、まだ死なぬホールドだ、それは先に邪魔される。黄色完全広い、ヨーロッパビール、逆転としていたが、さつかみ、追い出ることが怖い、いやいや、なかなか入れない状況になってしまう、車でやっていったドロップ、赤ピグミたち、ダブルと歩いている、狙っていく、赤ピグミを貼り付けて、この赤ピグミをあえて殺さない選択でしょうか、車で、バーストー、ブルードが決勝進出、はい、というわけで、格ゲーだったら相対的には日本が一番強いんだね。どうなんだろうね。やっぱマブカプは昔はアメリカ言われてた。ステージは終点になりました。じゃあ今、じゃあ、すみません、始めてください。お願いします。さあ、ステージは終点、よろしくお願いします。0%グリーン、0%始まりました。決勝戦です。さあ、
組み張り付けて、さあバナナとピグミどっちが勝っていくか、そういう勝負、しっかりハゲガゲを取っていく、よく見ている。さあガードを固めていっていくか、さあ組み投げで、さあバナナがピグミの壁で守られてしまう、しっかり持っていくか、もっと好きにピグミバナナを返せと振りを投げていく。さあ 29% 23%、下投げで選択、9回下ろして、おっと下投げで反撃を、しっかりバナナ使って横振り、横振り張り付けて、あ、どうする、ピグミ取れて、白ピグミしっかり消す、横振り引き寄せていって、バナナ下に投げて、うまいぞ、どうする、救命は逃げていく、ポップだからうまいな。さあ白ピグミまで張り付けて、足しまってリターン取りに行く、しかし横ビーで取り返し、長いビリー、長いこのビリーうまいか、さあ救命くがいていく、空中のバナナヒットでも当てていく、どうする、ジャンプある、戻れる、さあ救命だいぶ我慢して、救命うまいぞ、さあ救命の使い取りが前は当たっている、読み合い、さあ反撃確定、しっかり取って出てきて、さあ白ピグミ上ピグミ、さあふてふてしく戻ってきて、さあクリスマン判定が残っている、置いている状況か、さあバナナ出して置いたところを白ピグミ入ってね、読み、さあ白ピグミが張り付けても関係ないといったようにやってくる、さあピグミもほどいてると、その時しっかりしたくなりますと、ピグミも振りほどいてる暇に攻撃される可能性もあるので、グレーチャレラーと、アンピッチ逃さない、0% 0%、バナナを返しして、さあ、どうやって利用していくか、そう、自由に攻める、バナナを奪い返して、シックルマンの一気で、さあ、横切りで、持っていく、反対が来るぞ、さあ、今、グリーンが攻撃する、さあ、逃げてみて、横切りだけで、さあ、バナナを逃げて、しっかりと、さあ、行けるから、シックルに横切り狙っていくか、これは通さない、間違いうまい、さあ、見る、バナナを持って、紫ピクミン、さあ、消していく。このバランスの強さ、下手でこれ、87%、横綱、狙って、張り付く、読み合い、完璧に流れてる、極まっている、さあ、バナナ投げて、掴んで、前投げ、86、さあ、どうする、掴んで、さあ、ボケたところをしっかり起き上がり攻撃して、下投げして、打つまで上がれる、ブルード、車でダート、相手のうち、攻撃の位置を分かっているのか、張り付けて、張り付けて、バリケで白ピグミやっていって、バナナをドブル、上手までしっかり返し、下手まで入れて、うまい、さあバナナはお互いに持っていないか、赤ピグミ、さあバナナを持たせた状況からドブル、上手をしっかり食べて持ってくる、バナナ阻止は難しい、上手でバーストー、紫だね、紫ピグミ0%、さあこっからオリバーの火力を見せることができるか、バナナを出して、下投げで、つかんでいって、クーまで連れて、1ドル、ビーエスで、おっと、センターが当たって、バナナ、もっと奥がうまい、しっかりと、上投げ、さあ、着地回路を狙っていくという流れ的に、いい上投げを、しっかり取り付け、リターンしていく、上投げで、あー、バナナ消えたか、横身、横身、さあ、バナナをしっかり出して、上のどうやってバナナを使っていくのと消えてしまうか、横身がうまい、ポリスタイプ、さあ、バナナを意識させて、ガードさせて、そこで入っていく、ガードを狙う。あー、ついてない、今のリアル攻撃、素晴らしいブルード、ボールを味方についていって、横身狙って、クシャ、クシャ、数えて、読み合いは、読み合いって、しっかり反撃取られないように打っていたが、読み合いで、その後制していく流れに、捨てていくんだ、まだいける、しまだギリギリになった、長針先で、長針長いって、長針ないです。これ流れで広がってば優勝流れ、裏側のブルーの触りが取って見せてください。さあ選手は終点、長針選手が1本取っていったこの状況、優勝この試合で決めることができるか、はい、行きましょう、0%、横身横身になって、さあしっかりとバナナを外に返していく、うまいぞ、着地で前に返りバナナ完璧、さあ着地に空中でバナナを持って、ブルーをしっかり寄せていく、クーマイ、差し引く、さあ、前狩りが、来たんで、クーマイまで、トップル、バナナを、出てしまった状況、この、読み合い、制していく流れによく見ている、さあ、読み合い、仕掛ける上によく見て、反撃をしていく、シャトルクで、オフトのキャラで、うまい、クーマイが素晴らしい、さあ、トップル、バナナを持って、空中に投げていく、いや、強気に攻めるところで攻めていく、さあ、プラセッカー、怖いぞ、期待状況、受けたところを、使っていく流れに、クーマイ、前に浮かして、ちょっとずつ、上は、上に乗って、さあ、ジャンプの状況、しっかり掴む上がっている流れに、さあ、もっと気合ってくださいぞ、崖に上げたのは流れていたが、これは、リスクなく戻ってくると思いきや、皆さんが、アウトリングと、く
自分で踊れ自分ごとのスタイル決めろ作ったりしたレオリが行く前暴れを用意してしっかりガーディアつかみどうする掴んで後ろだけまだ掴んでまだ伸びるだけでこのゴールリリーの綺麗な腹筋全然来られていないんじゃないでしょうか。リリコンがなかなか腹筋難しいキャラだと思われがちなんですが、さあ125番のミッド124先にバーディーしていくのはどっちか。さあバーディーとの視野的にはフィマの方がキャラクター的にはしやすいとは思いますが、ということは通らず裏先に見ましょう。何まだ持ってこけてしまった着地点のまだ完璧動かしていって行く前あー見て来たぞ通らず裏先に見ましょう。便利な技だね。この駆け引き、逃げずに戦うブルーノの勇気攻めます、攻めて攻めて攻めてこけた、よくこけるな、ブルーノさん白ピクミをしっかり殺していくからバナナを出していくいいエンゼシブに横 B で、横 B、横 B さあ、バルピストゴロにクラスに加速する色が極まっているさあ、トップ先行するの本当に色を揃えるさあ、カルトで美味しいか、これは前投げのバットさあ、バースローだ、刺したよ中張りディリコングさあ、これが読まれない、確かに新幹線でさあ、ここが前で、じゃあ、フィッシュでしっかり戻ってくるのは、長谷川、ブルドポリマンさあ、70% メイク、下様さあ、来るか読み合い、完璧さあ、投げの使い方がうまくなって、あと、ここで、こけたところを下様までつなげていくさあ、ブルーのお互いにさあ、まさかの技を利用していきますね、まさかの見たい技をやはり、これが、全員の BSM で、スペキを狙って、クルシロはい、ふみふみ、黒さんさあ、黄色ピンピンとバグから見分けつかないと色がないとかこれあーこれこれはこれは勝てないまず、まず、67まず、回収してして、そっから連結するじゃんその周りでこけてしまったところを逃げてみてふみ、掴んでいくさあ、バグから、バグ出して、クルマになってクルマの通らず4番手、青木、黄色の反転残っている記録あつまの使い方のロビーでブレード読み合いはどうするさあ、ほらです読み合い、ごめんなさい読み合い下さんね、ジャンプの合いか戻ってくるあー、スーパーらしい掴み広場戦闘15連勝もう レベルな組合が今腹筋ありましたあー、どうする白組が踏みして DS レベル、動きを寄って、組合下さん、一気に試しかけていくナザーリティー、ロビーマーの回復は高い理由ですがさあ、しっかりと逃げ攻めて読み合いをゴンっていく本能速度が速すぎるさあ、バナナ出して第1支配部さあ、大丈夫イモリの状況をガチギアのブルーの決めるぞおかげのところをしたのかさあ、ブルーさんやってさあ、ブルーのさん結構ゴンまでちょっとねこれは本当にそうだね 0% ブルーですさあ、これは10%健康できた1日で取り戻すだけ。さあ、船村選んだ。そうだね、この2人は。長張りリリー、これで1勝すれば優勝するぞ。これで勝てば、本当の最終決戦に持ち込むことができます。2人まで、完全に抜かれていってしまったが、組まえ。さあ、組まえ、前ぞ。あえて後ろを利用することで、こっから勉強を続けていく。2人目で43。着地が完璧に振り抜くつかみ相手の下をくるって振り抜くつかみさて、くるめさて、着地が消えてくるワードを出して、ワードを出してくるさて、これもブレードしっかりと奥に机の背後に横に狙ってワードする横に入って、ようこそバナナ前さあ、バナナが車で赤ピクミンってなんぞ赤ピクミンの車の威力が高すぎるさあ、赤ピクミンは普段は捨てられるキャラクターなんですかねさあ、しっかり浮かぶ声で先行く動すぎるキャンセルブレスは高いブレスは高いさあ今バーナーがピクミンをぶつけてそこダッシュしてくるところにブレスをかぶせていくブレード下の上がりに行く下の上がりと下の上がりに僕の上がりにしっかり乗っていくるかさあ車が上手いさあバーナーを回収しっかりというところだ前髪完璧さあバーナーをさあバーナーを走るよ走るよって言ってコードしていくか前髪完璧さあ僕に引いてさあクールしろバーナーを回収しながらの攻撃さあ今になって下の上がりこれはどうする決めろ素晴らしい第2組にかけてプレッシャーをかけてしっかり駆けをつかめ抜かりが残っているさあ、プロバーセル94%DSM で決めればさあ、続けてくるめから着地がですね、一度だったが
26%、26%、26%、26%、さあ、このストック、どうやって殺していくのしっかり回避していく焦っていない、全く焦っていない自分の立ち回りを崩さない横見狙って、紫右の仕事して、4秒稼ぎ回避を見てから車を差し込んでいく横見で、スレスまで返して読んでいたキャンセル先輩、色が極まっている、やはり先輩、引っ込んで掴んで、おっと戻ってくるでねえね、片手で、グラッシュがうまいしかし、追っかけて掴みカバーを出して、ヨビアバックしての空で、ルーマで勝て何か攻撃すると攻撃が返ってくる。そんな二人の戦い。さあ、横に、ハゲが強くて、エビ投げで、しかし、ダメージがかければ、惜しいといったところか、ブルドを横に狙って、カバーの穴、回収して、戻る。一回、ドラで、TSL、クリスタ、TSL で、クリキョ、クリで、何ですか、カバーのフォローラップが、ハンズを残して、ディズムで、スペインで行く前さあ、61、72、バナナをして、横に弱いさあ、着地が横に向かっていく右に、バブルの回転、回していく追いつかない、追いつかない先生、まだ、ポンプが来たんです20、今が、横から終わっていくさあ、しっかり車に向かい、4に当てていく赤ピリに取りながら、これまで これまで、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 これからが本当の最終決戦です。そうだね、グランドファイナル。ここからも、日本選手ですね。ベストオブ3。日本選手になります。カウントがリセットでベストオブ3。世界一長春君はポート優先権を持ってしまったゆえにじゃあ戦況でそうね、これで優勝者決まります。先に本当に優勝ステージは戦場始まりました。本当の最終決定です。ホームランって言うホームラン下着みたいな。さあ、しっかりと低みでバナナを出していく。さあ、お互いにこういう作業から始まっていく。しかしは、しっかりと低みで、ピースで、これをしっかりいける。さあ、作っていって、さあ、状態怖いぞ。どうする？どうする？どうして？さあ、バナナを見てね。あーっと、やばい。やばい。ね、DSで上行こう。さあ、流れ、バナナを直接ダメージされていく。さあ、一気に火力を取っていった。うまい、くうめ。長期実施でもない。0% 暴れていて、この流れ、ロカソで取っていって、ヨスマ。チョイスがしまった。まだ投げて、下がった。しっかり上に行く。ずっと俺のだ。これが本番 DI。これ、よく見立て、さあ、上へ、上げてみんな下がって。さあ、一発投げて、4番。よし、OK、OK。でっかい。いや、そんなことはない。長谷君は一応ある。スマは力が入りました。スマは低いとめ。バナナ出して、
ベイトにしていくが、どうだぜ、うまい、バナナを美味しくさせて、ロード話しつかみ、つかみ、もう一回、後ろにだけ、どっかで殺していくことができるか、その限りが、さあ、それ、すごく美味しい。さあ、青物を混ぜる、喜びで、上、来ました、待ってて、耐えて、耐えて、耐えて、プロパテーションメイク約10発と、来るまでは、と、よく見ている、気がしがしない。僕たちはしてやったのシェティーレコは中谷に確認して組み通してきたい横見るも若干若干厳しい状況がバックとして横見狙っていく素晴らしいゆったりとした横見さあ、黒崎ビビビで後ろに向けていくあんま読んで立ったところを殴ろうとしてもアーマーの後少し低いんだし、だからアーマー持ってスカッサと戦うとするともう一回アーマーで耐えられるのが結構悪い。何回だったかな ?3 回4回しかないんじゃない横見、立って、横見、立って、横見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 、バナナとヒーローピピンさあ、そして下から狙っていってさあ、NA からでつかんで、いけずさあ、くっついた方がブルドーリマンさあ、横に出してあ、僕だ取っていって、DA させて上でね、離してさあ、しかし、やっぱり 14% だと横の虫がやはり OP がかかっていくか上まで上までいって着地怖いぞ青手組が狙ってる読んでる完璧おー一番甘いよ横回路感じて確認してあんだけプレッシャーかけられたらそれ誰だってもう回避こすってさあ下がっていく下がっていくキュッて戻る掴み通してくるあーしまったあーまだ動いたもっと下がってますさあ29%さあ一気にさあ追いつくも読みていく組み狙ってバナナを返してこっちが空気を使って、どういう時で横になって空気あるねもっとバナナを踏みたいで直接的ダメージを狙いついたらさあバナナを持って投げてさあ、うまい踏みてバナナあったら死んでた組み、通らず、逃げるバナナランティにここを拒否していくさあ素晴らしい拒否やね、ここで、ね、リターンにしてあー、ずらしたあー、惜しいな下踏みが刺さっていくかハンカチどっかのガード組み上がっうまいあれ、組みしきれいこれ危ないブルブル持ってくる横見横見ヒロピピの判定を信じて赤ピピをさあ、これは殺していかせる紫が怖い横見あーたまったーゆまさぎ今のワイヤーが飛車ダメガードされたもほぼ全くはないけどステージはスマブラです 0% です 0% さあしっかり胴体に乗り取ってバナナ巻いてさあブルーのはしっかりピッピを含みでやっていくさあこの初手の連携どんどん中身が取っていくさあよく見るか下さあ絡めてバナナ大手打つからうまいどうするどうするしっかり乗ってさあ、67%です、9%リコードステートの長い手に一気にラッシュをかけていくバナナを投げてさあ、ここは慎重になるバナナの互いにさあ、横に立ってこれはバナナが持っている何だろう強いからさ、基本的にめり込んだら三角って言ったけど封じろ端っこだったら戻れるなガードのトップバックでガードが起こってくるマジしてそういう意識を使えば、振っても結構ノリスにくることがあるしっかり乗ってだから端で見るここがガードサイドの最悪相手だったんですけど封じろ固めていった端にかけて、動画さないのが見るぞだから端は結構強いさあ、横浜さん、ルクメスマしっかり入れて横浜さん、うまいぞ横浜つかんでいく素晴らしい流れ的にこれがうまいこのうまいエンドギリギリしてさあ 115%、90% 組合が回避を動きをして張り付いて組合のお互いにさあ今度は足を出せさあ、あ、バナナはしっかり受けていく組合いいえ、それでキャンセルしたかどうかあげたー今の出足むずいよなーさあ、ストップ使いませんさあ、前手手組を捨てて飛距離を伸ばしてが妥協を譲ってはくれなかったさあ、プロパスに決定は見じませんぞ横見になってさあ、着地だって横見うまいさあ、バナナもう一個投げてると思ったから思ってバナナくれ、バナナ
取って、そしてまあ狙って、横目狙って、上狙って、首張っていくか取らず、バナナを6番。さあ、この目の前にあるバナナをしっかり上に上がっていった。さあ、バナナを取らずに、バナナを取らずに、さあ、僕らを見てね、ジャンプリスクーズ。さあ、この台上にあるバーナナは、ブルーさん取らないとしまり。さあ、残り、フェイントダック分かってたでしょうか。さあ、ブルーバーナナ出して、こけたところは、キャラピー、完璧。さあ、100、1番手に関係さん、下に、どうする横から投げている。あー、落ちた。落ちていく。さあ、ノックパックの機械が残った流れの、ガードが垂直になって、退場してさっさとして反撃しようと思ったんだけど、ガードのノックパックが台から降りちゃったから、空中でジャンプしたいから、できることがしようかったから、要はそこから復帰はできない。反撃の下スマが空中で降りちゃったから、台のノックパックで降りるのが予想できなかったから。いいね。リエスブルボンドの回収したが、攻撃に、別の狙っていくのか、リナーに引っ張り逃げていく。バナナを出して、そして、リエスブルで、クールメイルマイド、146。さあ、別のバナナをしっかりして、このゲーム、空中で下に弾くと、落下スピードを調整できるんですよ。横尾、下に弾くと落下スピードが、まあ、オリバーだったら、キャラにもよるんですけど、2倍近く速くなるんですよ。すごい距離が行きたい。オリバーみたいな、すごいキャラだと、死ぬ。そして、これは本当に最終決戦。泣いてもらっても本当の最終決戦だな。ダブルリーチで。いや、戦場で。いや、これで勝った方が今回のカリスマ優勝となります。まあ、皆さんどっちも応援しちゃってください。ゼロパーセント、ゼロパーセント始めました。さあ、しっかりと、続いて話していく。さあ、なんか入ってくるのか、しっかりと、返して。さあ、バーナーが動かしたところに、ゆるめ、仕掛けていく。ゆるめ、さあ、ビレーを組んだ攻撃、下、生で見て。さあ、ダメージを稼いでいく感染か。いいですね。うまい。狙って、クルーシュで回復弱いよ、今。さあ、横身で張り切って。さあ、8点を狙って。さあ、1点目と同じような状況になっていくか。それと先と同じように、この仕事ができるか。さあ、次ですね。見てる。掴んでいく。ガンビシビル壁。さあ、バランして。さあ、どうする？おっとっと、引き目。後ろ見るときしっかりと、ダメージ攻撃を入れる。さあ、後ろ見るに当たった状況を。入ってる、入ってる、入ってる。後ろ見るときに、ガンバーに止まったぞ。すげえな、これ。上まで上がって。さあ、どうする？バナナ流して、読み合いは？クーマン、あー、まあ、振りに行く。何を読んでる？さあ、どうする？読み合いは？おー、ダメ、あれもあれも届くか。続いて、さあ、下投げればいいといった状況か。さあ、だいぶ危ない。さあ、上京で、下投げて。あー、分かった。そう、上京は、なるほど。上京は、いろいろ利用していて、クーマン。さあ、一回の芸人に仕立てて、横の真打ち長くながり、一応立ちに逃げていった。出してるね、ちゃんと。さあ、191番手抜けて、180。危ないよ。すごいね。バナナを落として、さあ、中割りに復帰を、いよいよここで潰していくか。一回で一緒だけ。おー、よく動かした。さあ、ブルーの恒例パーセントを戻していくのができるか。一度目のグラフに戻して、ありがとう。一度も見ててない攻撃をしていかないと、それに対応していくブルーの。いや、見てが、このスクリーンとして下からしっかりと内容を確認する。ペパルティー回転が持っていく。しっかりと仲良ししながら回避して、さあ、ジャッジで立てようとしたところに反撃を通っていく。中に乗っかる上の横に逃げていって、バナナに決定してみる。ジャッジが下に通らず、横に。さあ、クルーズ狙って、横に通らず下様。さあ、足が長い動きに、バナナ出して、横に横に乗って24。一回目は、取らず、バナナ出して、バナナ出して、横に、これの、クルーズ出して、バナナ、右に当てて、クルーズ乗り出して、どうする？バナナの前で回収して取って、さあ、大きからの抜けば、横見がない、どうせ、これは絶対当たる。さあ、どうする？下まで、下から、どうする？どうする？あ、バナナが動いた。
ー対応で、オーバーに対応してください。長い戦いが決着がつくのか。あ、これ段階。おお、ジャンプ。ジャンプは誰で？白ブリを刺して。後ろ。おお、跳ねる。あ、これが跳ねるか。止まれない。おお、マリズム。76。あ、若干外された。紫。紫ブリがない。ダメ、当たれ。もう紫で死んじゃう。違う、普通の薄まで。あ、知らない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 。今多分ブルーさん分かってると思う。あ、さあバナナ持っているガキリアの手にはジュメかどうなんだ。ジュメ狙って、ジュメ別番仕掛け仕掛け仕掛けの OP をつけ使ってしまったの仕掛けたか。ジュメ狙ってカバナの仕掛けと持って焦げてしまったのか。ジャズがガリリキは抜けない。白ジュメに刺さって掴み、ジュメだけ0%で 0% で 3% で決勝に差し入れ。最後は避けてから死にました。結構あるけど、しかし痛いが上様覚えて、しっかりとバラを持って横に狙っていくか。さあだいぶ色がいいぞ上様。今ここからのどうやって決めていく上様。これはどうなる。さあここから取り戻していきたい流れ切り。流れ君つらいか、これ頑張れ頑張れ、どっちも応援してるよ。どこでしまった、ジグザマの守りはしない。しっかり溶けた、じゃあ今はまだだ。あー、これやべえぞ。ブルーさん来ちゃうか。うわー、こういうことか。あーさっき言うたよー。さーさーさおー、いいショーが。なんか、さっき見たような人は、なんか、なんか、優勝はブルーさんになります。おめでとうございます。いじゃあ、一言ずついただきましょうかね。じゃあ、まずは長谷さん、一言いただいていいですか。スタッフルード取ってくれ。久しぶりに負傷者側取って上がっていきたいと思って期待だったんですけど、いっていいかなと思ったんですけど、まあ、やられました。はい、まあ、みんなも将来負傷者側取っても安心しないようにしてください。ありがとうございました。じゃあ古田さんは何これシングルに勝利したか。初めてですよね。もうついに永遠の2番手からついついにやりました。ありがとうございました。はい、ということでじゃあ今回のメインイベントのシングル大会は終了となります。で今6時なんですけど、まあ6時半くらいは一応皆さん